皆さんこんばんは。今日はアメリカで普通に販売されているホワイトツナっていう白身魚についてお話しします。これは日本に住んでる人だったらあまり聞かないお魚さんなんですけど、日本名だとアブラソコムツって言って、市場での流出は法律で禁止されているっていう魚なんですね。で、なんでダメかっていうと、めちゃくちゃ病気になる。病気っていうか本当に具合が悪くなります。で、私それを知らなくて、アメリカのお寿司屋さんでなんかこうお寿司盛り合わせみたいなの頼んだ時に、そのホワイトツナっていう名前の売られてる油そこむつが毎回入ってくるんですよ。で、毎回病気になってて、で、なんでだろう、なんでこんな具合悪くなるんだろう、すごい不思議だったんですけど、そのある時調べて、それ油そこむつが原因っていうのが分かってから、もうノーホワイトツナって言ってたんですね。入れない入れないって。で、今日久しぶりにそのお寿司屋さん行って、油そこむつ入れないでっていうのを忘れちゃって、入ってきちゃったのね。で、具合悪くなるの分かってたんだけど、アメリカのお寿司高いのよ。だからもったいないなと思って食べちゃったの。3切れね。たった3切れ。そしたら案の定具合悪くなる。まず、脂身が強いお魚なんで、気持ち悪くなるの。油で。で、しばらくすると、気持ち悪くなって、具合悪くなって、で、またしばらくすると、お腹が痛くなってくる。で、便意がします。で、トイレで、おトイレするわけよ。大きい方ね。で、また、出るなと思ってたら、もう、お水のように噴射したものが出てくるんですよ。お尻から。3切れでですよ。たった3切れ食べて、それですよ。なんかもう、毒じゃないのみたいな。毒が入ってんじゃないのみたいな感じで。今も正直具合悪いんですよ。ちょっと気持ち悪いし、頭痛くて。でも便意はもうなくなった。で、お友達でね、漁師と結婚した人がいて、その人の話だと、油が出ちゃえばもう大丈夫だよ。あとは消化のいいもの食べて安静にねっていう感じで、だったんだけど、そのお友達の話だと、その漁師仲間でなんかそのやっぱりその油そこむつが好きで、おむつしてまで食べるっていう人がいるみたいなんですよ。おむつしてまでだよ。ちょっと考えてみてよ。私が3切れ食べただけで、ほんと3切れだよ。それで具合悪くなって、うんち噴射だよ。多分その漁師さんは確実に3枚以上食べるでしょ。漁師じゃなくても漁師関係者とか知り合いがいたら、多分取ったとき、釣れたときにお裾分けとかしてくれたりするんじゃないかなって思うけど、市場では販売禁止になってるから、なかなか見る機会がないかもしれないけど、アメリカだと普通に売られてるからね、ホワイトツナっていう名前で。で、なんでホワイトツナっていうか分かんないんだけど、ちゃんとした英語名だとエスカラー、something like that なんですよ。
エスコーラーって感じかな、エスコーラー。で、それなんだけども、なぜかホワイトツナって名前で、なんか、なんだろう、ツナっていうとマグロだよね。マグロの仲間みたいな感じで売られてるんだけど、全然ちげえよっていうね、白目だし。で、それがね、もしもアメリカ行ったりして、そのお寿司屋さんでホワイトツナってみたりしたら、ちょっと食べない方がいい っていう忠告。もし日本にいる方で、ちょっと興味があるっていう人は、漁師さんに油そこむつ欲しいんですけど、みたいな頼んだら多分、もしかしたら手に入るかもしれないね。ただ3切れで本当に具合悪くなって、お尻から液体噴射するんで、ね、その友達が言ってた、そのおむつしてまでそれを食べちゃうっていう漁師さんは、おそらく多分一匹丸々食べちゃうんじゃない、多分おむつしてたもんね。もう3枚であれだから、一匹丸々食べたらもうコントロールできないよね。便意をコントロールできなくて、もう垂れ流し状態だよね、しばらく。その油が全部出るまで。わ、気持ち悪い。やべえよな。お魚くんっているじゃん。お魚くんは食べたことあるのかな？お魚くんからの、あれ聞きたいな。なんか、食べたことあるんですか？みたいな。でも、お魚くんなら食べてそうだよね。どうなのかな、感想聞きたいよな。いやでも、わあ、もうほんとやばいよこれ。これほんと危険。こんな危険なものよく平気で売ってるよなって感じ。今も頭痛と気持ち悪さがする、ほんとに。もしかしたらうまくいったらその写真載せられるけど、白身のそのホワイトツナ、エスカーラー、油そこむつには気をつけてください。全部一緒なんだよね、これ。一つの一緒の魚。でもね、アメリカって結構、適当だから、違う種類の魚をそれとして売ったりしてることもあるんですよ。例えばさ、なんだろう、ツナ、簡単に言ったらツナ、マグロという名前でマグロじゃないものをマグロとして売ってるみたいな、とんでもないようなレストランもポチポチあるんですよ。要は結局なんちゃってだからね、寿司のこと全く知らないでね、営業するわけだから。まあ、美味しいとこもあるんだけどね、うちの近所車で10分ぐらいのとこだけど、そこのイカと熊本オイスターっていう、牡蠣、身はちっちゃいんだけど、それは美味しい。めちゃくちゃ美味しい。うん、多分そのイカ多分日本で釣れてるのかな、わかんないけど。あ、気持ち悪い。ああ、もう9分超えてるね。ちょっと吐きそうなんで、これで終わりにします。まあ、とりあえずその、ホワイトツナにはお気をつけください。日本でね、興味ある人は漁師さんに聞いたら、もしかしたらもらえるかも。まあ秘密にしてちょっとお金渡したりしたら、もしかしたらあれ取ってきてくれるかもしれないけどね。漁師さんによっては運次第だけど、結構日本だとレアなお魚ですね。じゃあ以上です。